割と今日11月14日で、えーとまあ、オープンカレッジ最終回が終わったよっていうのとポッキーの話をしたりとかしましてこれ6本目になりますけれども前回撮ったのは11月7日の朝早くなんですよねだからその間にあったことが他にもあってでもなんか11月10日と11月11日が濃すぎてちょっと忘れちゃってましたけども11月7日の月曜日はですね出張にいたんですよでしかもこれが学長と 学長もと一緒に出張にある大学に行ったんですよ。これは、えっ、ー、と、2017年に西東ができる前に、2015年とかじゃなかったかな、ぐらいに、えー、学長と関西の方まで出張に行ったことがあるんですよね。他大学を見に行ったことがあるんですよ。で、まあ、その当時、えー、今の学長は教務部長だったのかな教務部違うな。副学長だ,だったと思うんですけれども、 でとにかく、その、まあ、学長も、今の学長も、その他の大学の施設を見たりするのはすごく好きで、だから今回、そのある大学を見に行ったんですけれども、そういう話が来たときに、まあ、見学、あのどうですかっていう話が来たときに、学長に、まあ、試,試しにね、試しに聞いてみたら、いや、行きますみたいな感じだった,のでだったらしいので、これはあのうちの、 ある課長さんが学長にあの誘ったらすぐ食いついてきたみたいな感じのあれだったらしいんですよね。だから、あの、やっぱ大好きなんだなって感じで、まあ行、行きましたと。で、ある大学に行きましたと。ある私立大学に行きましたと。ある都内にある私立大学に行きましたと。で、ある私立大学さんで、 まあ、新しいこう建物ができてねで、そこの施設を見せてもらうっていう話だったんですよ。でまあ、そこの建物の作りであったりとか、まあ、その教室みたいなところに備え付けられている機器であったり、重機であったりとかね、いろんなものを見せていただくというような感じで、でそういうとき、そういうのっていうのは、うちの大学にもこの間、ある他の県からあの見学に来た あの大学さんがありましたけれども、まあ、ある大学の副学長さんがね来たっていう話をしたかなって思いますけれども、でまあ、だからこちらからその11月の7日に見に行った時には、向こうはまあ結構、やっぱりそのなんていうのかなてうか大人数で対応していただいて、まあ、こっちも大人数で行ったっていうのもあるんですけどもね、ね、まあ、対応していただいて案内あの、いろんなところ案内していただいたりとか、まあ、こちらがいろんなことを聞いてね、ねこれはどうやってどうやって うーんどういう考えでこういうものを作ったんですかとかね、まあ、いろんなことを結構聞いたりしたんですよでその中でなんかねそのこういうくだりがあってあんまりお金がなあの要するにお金がなかったので天井には板を張らなかったんですみたいな話になっててあなってで結構その建物によって天井がこうむき出しでその配線とかが出てたりするのが まあ、わざとそのな,なってたりするとき。 あるじゃないですかでそ,そういう流れでその「お金がなかったんでこういう風にしたんですよ」みたいなこと言ったら学長がすかさず「これで?」って突っ込んだのね。で「これで?」って突っ込んだので僕の僕のすぐ目の前で学長がその向こうの大学さんのそういう説明をしてくださったあるその向こうの大学の課長さんに向かって「これで?」って言ったから「そうそのツッコミ」って言っちゃったのね。<laughs> 学長に「そうそのツッコミ」って言わないよね。 ちょっとねあのー、いやなんだろうな,なこれこれノリとして何て言うんだろうなあのあ<の>僕は間違ってはなかったと思ってるけれどそのこれでっていうツッコミもまずす,す,すごいのかもしれないしそれに対してそうそのツッコミってまあ、本当に指もこうやったら <laughs> そうそのツッコミって楽勝に向かってやるっていうのをねどうかと思いますけれど。 いやでもこれができる関係性ってね、本当にいいなっていうのが、ありがたいっていうか、なんか、あの僕が今この仕事ね、この所長という仕事をやってますけれども、これがね、苦と思わない理由の一つかもしれない。こういうやり取りができる。 人たちと接することができるっていうのはね、なんかちょっとおもろかったですね。で、やっぱその他の大学さんの施設を見せていただくと、ものすごい工夫があるわけですよ。いろんな工夫があるわけですよ。てか基本的にその見学に行く先っていうのは大概何らかの工夫があるので、それを勉強させてもらいに行くわけですよ。何ならそのいいとこ取りしてパクったりするような感じなわけですよ。だからすごい勉強になりましたね。すごい刺激になりましたよ。 こういうことうちでもできるかもしれないね。でもうちのキャンパスだとこうだから、ここはず改良したりっていうか、こういう風に変えた方がいい、改良っていうか、こういう風にした方がいいよねとかね、いうような話をその後でねその若うちの、うちから行った若手の職人さんと話したりもしたんですけれども。やっぱ刺激、刺激をもらいに行くって大事。自分から刺激をもらい、受けに行くっていうのはすごく大事だなっていう,うに思いましたね。出張大好き。ほんじゃまた。